大気中の CO2 を回収、除去 DAC の現状。私たちが呼吸している物質が地球にとって大きな脅威となるとは誰が想像しただろうか。CO2、二酸化炭素がそうであることは定説となっているが、悔しいのはマジックのように簡単に消し去ることができないということだ。あるいはできるのだろうか。大気中の CO2 を回収する DAC、ダイレクトエアキャプチャーは、現在すでに実用化されている技術であり、このまま規模を拡大すれば、理論上は地球温暖化に変化をもたらす可能性がある。アウディは、オーストリアの環境技術企業であるクレジュテ社と共同で、DAC システムの開発を進めている。オーストリアに最近設立されたプラントでは、CO2 分子を高い割合で吸着できる無機フィルター素材を使用する。続いて、CO2 は科学的に吸収され、CO2 を含まないろ過された空気が大気中に放出される。この吸着と吸収は全く別のものだ。吸着とは分子や原子が表面に付着することであり、吸収とは水がスポンジに吸い込まれるように、ある物質が他の物質に吸収されて一部となることを意味する。アウディとクレジュテ社が開発したプロセスでは、回収、吸着と除去、吸収時に必要な温度、圧力条件が非常に近い。通常は異なるとされている。その結果、任意の時間枠でより多くの CO2 を除去することができるという。システムの稼働にはかなりのエネルギーを消費するが、同プラントでは敷地内の太陽光発電システムから電力を供給している。大気中の希薄な CO2 を取り込むには多くのエネルギーを必要とするのだ。また、大気中の CO2 回収作業は場所に依存しないため、太陽光発電に適した日当たりの良い地形や、水力・熱エネルギーを利用できる場所にプラントを設置することができる。国際エネルギー機関 IEA によると、現在、欧州、米国、カナダで18の DAC プラントが稼働しており、年間約1万トンの CO2 が回収されているという。米国では年間 1MT100 万トンを飲み込む巨大プラントが1基先行開発段階にある。2050年までのネットゼロエミッションにはその60倍が必要だが、この数字は手の届くところにあると IEA は言う。現在回収されている少量の CO2 はしばしば炭酸飲料などに使われており、地層に貯留、隔離しているのは18のプラントのうち2つだけである。さらに11のプラントが建設中で、すべて完成すれば、2030年までに DAC の回収総量は550万トンに達する見込み。その一つが年間50万から100万トンの CO2 を回収し、海底の深い地層に貯蔵する大規模プラント。ストーレデイ A 社のドリームキャッチャープロジェクト。ドリームキャッチャープロジェクトである。回収された CO2 は有用な原料とも考えられており、水素と組み合わせてカーボンニュートラルな合成燃料を作ることができるという。